レアル・マドリード時代のカナレス、セルフィオ・カナレス・マドラーソは、スペイン・カンタブリア州サンタンデール出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。レアル・ベティス所属。セカンドトップや、左サイドハーフでのプレーが多いが、本人は、トップ下が最適だと語っている。サン・アグスティンというクラブから2000年に、ラシン・サンタンデールの下部組織に加入した。 2008から09シーズンにトップチームに昇格し、2008年9月18日に UEFA カップの FC 本化戦でデビューを果たした。同年10月5日、CA オサスナ戦でリーガーエスパニョーラ初出場を果たした。2010年1月9日のアウェーでのセビージャ戦では、自身の2得点でチームを1から2の勝利に導いた。1週間後のレアルバリアドリード戦でもゴールを決めた。 これらの活躍から2009から10シーズン冬の遺跡市場での動向が注目されたが、2010年2月、シーズン終了後に遺跡金450万ユーロの6年契約で、レアルマドリードへ遺跡することが発表された。その後、まだ羅針在籍中にもかかわらず、レアルマドリードのエンブレムにキスをしている写真が、マルカ氏に掲載され、羅針サポーターから批判を浴びた。 8月4日のクラブアメリカとの親善試合でデビュー。開幕戦の RCD マヨルカ戦で、レアルマドリードでのリーガデビューを飾った。その後、レアルマドリードの公式サイトにて、カナレスと同じく、カンタブリア州出身のフランシスコヘントから、今、シーズン、君がこのカップを勝ち取ることを祈っている。継続性と献身があれば、私に並ぶことだってできると激励を受けた。 しかし、開幕戦以降はあまり多くの出場機会を与えられず、11月10日のコパデルレー、レアル・ムルシア戦で先発出場した際も、ジョゼ・モーリーニョから、カナレスのプレーは好きじゃなかったと、ハーフタイムで交代させられるなど厳しい状況にあり、その後の処遇が注目を集めていたが、モーリーニョから信頼を勝ち取れず2011年8月に、バレンシア CF2 年間のレンタル遺跡が決定。 シーズン序盤から主力として活躍するも、10月23日、アスレティックビルバオ戦で、右膝前十字人体を断裂し、最長6ヶ月の離脱となる。翌年4月に復帰するも、4月22日、UEFA ヨーロッパリーグ準決勝、アトレティコマドリードとの第2戦で、再び同箇所を痛め全治6ヶ月と診断され、そのままシーズンを終えることとなった。 シーズン中からバレンシアは、レンタル期間延長や、買取オプションの行使を希望しており、本人からも完全移籍を希望する発言が見られて、いたが、2012年7月19日、750万ユーロで、完全移籍が決まった。レアルマドリードには2シーズンの買い戻しオプションがある。2014年1月31日、レアルソシエダへ移籍。契約期間は4年6ヶ月。 ソシエダでは主力となったが2015年12月に行われた第17節の対レアルマドリード戦でキャリア3度目となる左膝前十字靭体断裂の重傷を負い全治8ヶ月となった2016年9月のドラスパルマス戦で復帰ソシエダでは4年半で160試合出場12ゴール23アシストを記録したが2017から2018 シーズンは途中出場も多く、2018年6月に契約満了により退団。2018年7月3日、レアルベティスに加入。契約期間は4年間で移籍金はフリー。カナレスの加入については、同じサンタンデール出身で以前から高く評価していた、キケセティエン監督たっての希望で、指揮官からの全幅の信頼を受けた、カナレスは得意のドリブルと、 豊富な運動量で復活を印象づける活躍を見せた。世代別代表にも選出されており、2008年には U-17 欧州選手権スペイン代表として優勝を経験した。ベティスでの活躍が認められて、2019年3月23日に行われた UEFA ユーロ2024戦隊、ノルウェー戦で28歳にしてスペイン代表デビューを果たした。 バレンシア CF2011 から2012